観光戦略課の菊田です。2月22日は忍者の日です。2017年2月22日伊賀市は忍者を生かした観光まちづくりを推進するため忍者市を宣言し、宣言後毎年2月は忍者市月間としてさまざまなイベントを企画し、忍者市伊賀市を広く発信しています。今回は今年予定している取り組みをお知らせします。はじめに伊賀忍者ウィーク2021です。市や伊賀上野観光協会などで構成する伊賀上野 DMO はウィズコロナ、アフターコロナを視野に入れ、デジタル技術を活用した今までとは違う新しい街歩きが楽しめるオリジナルアプリを開発しました。このアプリは現在の地図に江戸時代の古地図や仮想の伊賀の街を作り出したバーチャル地図を重ねられる機能を備えています。アプリを使い地図を切り替えながら街中で謎解きやさまざまな仕掛けを体験する、古地図で今と当時の街並みを見比べる、映画やゲームの世界に入り込んだような感覚でバーチャルな伊賀を体験するなど、いろいろな方法で城下町の魅力が楽しめます。伊賀忍者ウィーク2021はアプリの実証実験として事前登録したモニターを対象に2月20日土曜日から23日火曜日祝日まで伊賀上野城下町周辺で開催します。さらにイベント開催期間中、新たな伊賀の土産物の販売コーナーや新しい技術を用いた体験コーナーを設けるほか、プロジェクションマッピングなども予定しています。このイベントの詳しい情報は伊賀上野観光協会のホームページに掲載しますのでご確認ください。また忍者の日の前後には毎年恒例の小学生を対象とした岡本市長による忍者に関する特別出前授業を島ヶ原小学校で行うほか、市内すべての小学校で忍者にまつわるメニューを取り入れた給食が提供されますので、児童の皆さんはお楽しみに。次に忍者図書館のイベントを紹介します。上野図書館では2月28日日曜日までいつもの図書館が忍者図書館に変身します。建物内に忍者のマネキンが隠れていたり、忍者のキャラクターのしおりが無料配布されます。また忍者関連資料の展示をはじめ、子どもに人気の忍者の絵本を集めた特設コーナーや忍者クイズなども楽しめます。伊賀忍者ウィーク2021と市長特別出前事業に関するお問い合わせは観光戦略課電話 22-9670、 ファックス 22-9695、 忍者図書館に関するお問い合わせは上野図書館電話 21-6868、 ファックス 21-8999 までお寄せください。以上、観光戦略課からのお知らせでした。